ベレムナイトは、白亜紀末に絶滅した、軟体動物門、東足綱の一分類群である。形態的には、原生のイカに類似し、特に高イカに近縁であるとされている。ベレムナイトは、体の背部から先端にかけて、矢尻型の殻を持っていた。この殻の形状に由来し、ベレムナイトの化石を史跡と呼ぶこともある。小型のベレムナイト化石、ベレムナイトは、 デボン期のバクトリテス類を起源とし、化石は株石炭系から白亜系にかけて産出する。特にベレムナイトはジュラ期から白亜紀にかけて繁栄しており、中世代の海清掃からアンモナイトと共に大量に産出する。絶滅の時期もアンモナイトと同様に白亜紀の末期である。ベレムナイト類のいくつかの種、特にヨーロッパのチョーク層から産出するものは、 市純化石として重要であり、地質学者が地層の年代を決定するのによく用いる。日本国内では北上山地のジュラキ、白亜紀の地層から産出するが、欧米に比べて産出は極めて稀である。ベレムナイトの殻は生存時には外灯膜に覆われ、実際には内骨格として機能していた。殻は鞘、棒を盛り、全項の三部分よりなる。 鞘は体の末端部にあり、緻密な石灰質の塊であるため化石として残りやすい。棒重りは内臓が入った外頭空のすぐ外側にあり、中空の円錐型をした構造である。原生のオウムガイと同様に、ベレムナイトは棒重りの空洞内のガスと体液の比を調整することで浮力を得ていたらしい。前後は背中側に薄く伸びた構造で、 原生の高位下の殻と同様に南体部を支えていた。聖寺のベレムナイトが南体部の後端にあるふさりで浮力を生じると南体部は水より比重が大きいので頭が下を向いてしまう。しかし、さらに後ろにある鞘は中まで緻密に詰まった石灰質の硬い塊であるために比重が大きく、ここで浮力を相殺してバランスを取ることができる。つまり、 遊泳時のベレムナイトには、棒おりで、上向きの、南大部と鞘で、下向きの力が働き、一種の天秤のような気候が、姿勢の水平を保っていたと考えられている。ベレムナイトの殻は、崩壊石からなり、一般に化石としての保存状態が良い。殻の鞘の部分の断面には、放射状に伸びる、崩壊石の結晶と、同心炎上の成長線が観察される。また殻は、 科学分析の資料に適しており、資料中の同位体比から、生存時の個水温を復元する用途にもよく、用いられる。アメリカ・サウスカロライナ州の B、D 層から産出するベレムナイトは PDB と呼ばれ、炭素同位体比の標準物質として利用されている。保存状態の良いフランオトゥーシースコンネコダの、化石イギリスやドイツなどからは、 軟体部の輪郭まで綺麗に保存されたベレムナイトの化石が見つかっている。それによると、ベレムナイトは、殻に比べてはるかに大きな流線型の体と大きな目を持っていた。また、原生のイカルイと同様に、牧獣脳はあったが、離れたところから射出するように伸び出して、獲物を捕らえる食案はなかった。触手に吸盤を持っている原生のイカルイとは異なり、ベレムナイトは、 小さなフックを持っていた。ベレムナイトはネーモ毛な肉食動物で、小さなフックがついた食脂で獲物を捕まえては、くちばし状のあご板で肉を蒸しって食べていた。当時の海生爬虫類は、ベレムナイトを捕食しており、例えばイクチオサウルスの腹部からは、ベレムナイトのフックが大量に見つかっている。ありがとうございます。